井村九段のミムイゴラジオ第45回、今回は囲碁と将棋の違いの話をします。囲碁は打つって言うんですけど、将棋は指すって言うんですね。これよく間違える方が多くて、囲碁を指しますとかね、将棋を打ちます、これは私は将棋側の人間ではないんで、ちょっと経験はないんですけども、もしかすると将棋を打つっていう人もいるのかもしれません。囲碁を指すっていうことは本当によく言われるので、今回これ聞いた方はこれだけでも覚えておいてください。囲碁は打つ、将棋は指すです。よろしくお願いします。この放送はプロ棋士40年、囲碁サロンと子供囲碁道場を運営する三村智康が囲碁の情報をサクッとお伝えする番組です。で、囲碁と将棋の違いを簡単に説明するという挑戦を今回はやるんですけど、将棋にはまずキャラクターがあるということが大きいですね。歩とか金とか銀とか種類があるんですね、駒に。それぞれ動き方が違う、動ける範囲が違う、見た目の大きさも違ったりして、歩とね、角の違いも見たらすごくわかりやすいわけです。しかも駒の形は頭がとんがってますからね、進む方向もわかりやすいわけです。だからキャラクターと方向性がすぐ見たらわかるということで、将棋はその駒たちを使って王様を守りながら相手の王様を攻めるということをやるゲームですね。囲碁の場合は碁石は丸いので、とんがってる場所がないので方向がわかりませんね。あとは役割もありませんね。全部同じです。だから見ても何やってんのかわからない、わかりにくいと言われてしまう部分なんですね。囲碁というのは陣地が多い方が勝つゲームです。数字で争う、まあ、例えば選挙ですと相手よりも1票でも多く取れば勝ちですね。それに似ていますね。あとは無人島に行って2つのチームが土地を囲い合う、杭を打ってロープを張って大きい方が勝ちで、相手の方が大きいなと見れば中でまた囲いを作っちゃったりとか、そういう境界線での争い、そこでは戦争というものが起きる。将棋も駒がぶつかり合って取ったり取られたりして、最終的には王様を倒すことができたら勝ち、そこで終わり。囲碁は囲いを完成させて、最後にそれを数えて何対何、どちらの勝ちですねっていうことをやって勝負が決まります。陣地取りゲームと王様を殺すゲーム簡単に言えばそういうことです。将棋の方がやっぱり見ていて分かりやすいという人が多いですね。これはもう最大の特徴だと思います。囲碁の方はある程度囲碁が分かるようになんないと見て分かんないという特徴があります。ここを解決するために私たちが今ね、努力しなければいけないと思っているところです。ここはどうしたらいいのかというと、まあ、一にはキャラクターがないので方向も分からないんですけども、形、グループで説明するということですね。それが私の書いた石の形の本なんですけど、石の形で囲碁を考えようということで、判断材料として石を一つでは判断できないので、三つ四つできたこの集合を見て、それに名前をつける。囲碁用語はどうしても必要になってしまうんですけども、まずは二つ石があれば、その二つは一間飛び。例えば、桂馬、コスミとかね、その基本的な囲碁用語を覚えると、その二つのグループとして碁盤を見ることができるようになります。またもっとたくさん並んでいる時の壁であるとか、少し曲がっている形で空き三角とか、あとは四つ五つ狭いところに集まってしまっているのを団子とか言うんですけども、そういう囲碁用語をなんか分かりやすく伝えて覚えてもらえるとグループとして見られるようになるんで、私たちがテレビで解説をするときには囲碁用語をなるべくあんまり使わないようにするんですね。その方が一般的な言葉で説明するようにした方が伝わりやすいかなとは思うんですけども、でも囲碁用語をもっと前面に出していって、空き三角とか一間飛びとか桂馬とか、そういう囲碁用語をもっと前面に出して、で、定着した時には碁盤は見えやすくなる、見て分かりやすくなるということはあるかもしれないですね。まあこれでもそう簡単にはいかない、まあこれは長く取り組まなければいけない課題です。ということで、今回は囲碁と将棋の違いをサクッと説明してみましたが、どうだったでしょうか。それではまた次の放送でお会いしましょう。囲碁棋士の三村智康でした。